いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、ちょっと、大津さんの台湾視察の関係について言及していこうかなと思うんですけれども、一つはですね、もう大津さん擁護できなくなっちゃったね。一つ言えるとすればですね、国民党の支持とか、いろんな関係っていう兼ね合いとかもあるとは思うんですけど、一政治家目指している公党の代表者が、政治的なね、情報発信するっていうのがどれだけのですね、外交問題に発展する可能性があるのかっていうのとですね、その、リテラシーがあんまないんですよね、この発言って。で、SNS のリテラシーもあんまないですよね。だから社会人としての一般常識的な内容とかっていうのもですね、これ、含まれてたりとかするので、僕からしてみたらちょっとありえないなっていう問題をですね、ただちょっと起こしてるんですね、彼女。ねえ、そのことについてちょっと言及していこうかなというふうに思ってます。はい。ということで、今回はですね、大津彩香さんがですね、台湾総統選の関係でですね、視察ということで、日本保守党の方々もですね、これちょっと知ってもらいたいなと思います。いや、これは、ひどい。正直。これはひどすぎる。ひどい。大津さんがね、台湾総選、総統選の関係でですね、周回報告も斉藤さんに来回、返事せいやという声ということで、みんなで作るとのね、大津彩香さんが12日インスタライブを更新ということで、台湾総統選をですね、視察しているということで、現地視察していることがで、ね、報告ということで、台湾では13日ね、総統選挙が行われ、投開票日前日となる13日はですね、各候補者がですね、周回を行っているということで言われていました。で、大津さんはですね、その、台湾の選挙見に行ったよということで、現地の関係ではですね、国民党の期待が高いような印象を受けているということで、まあ、台湾のね、関係でタクシーの運転手さんね、6人のうち5人がですね、国民党支持だったということで投稿と。で、国民党のね、選挙も訪問した写真を投稿されていたということだったんですよね。で、なんだっけ、週刊よっちゃんがですね、いろいろと情報を発信してくれてるんです。で、まあ、すげえありがてえなっていうふうに思ってるんですけど、今回この発言によってですね、めっちゃ文句出てるんですね。で、集会で唯一見たあんまり政治に興味なさそうな日本女子は、かなり若い子だったけど、持っているのがですね、青天白日記だと。いや、いくらなんでもね、空気読めよと。日本人ながらね、少し殺意を感じたと。何万人、何十万人超えのね、中で青天白日記っていうのを持ってたの、お前らだけやぞということで、今回、まあ、その民進党と国民党って争ってた感じだったんですよね。で、まあ、その日本保守党の界隈の人たちってもうすごい、台湾総統選の関係、有本さんから言われてたりとかしますよね。百田さんも言及してたし、高橋洋一先生も言及してたし、武田先生もね、言及してたんですよね。で、今回、多くの人たちがですね、この台湾有事になった時に、親中派の議員を選んでしまうと問題が起きるっていう話だったじゃないですか。そうだったじゃないですか。総統選でこの人が、まあ、当選し、まあ、その親中派の、総統がですね、当選してしまうと、台湾有事の時に問題が起きるっていうことはもう明確に答え出てたわけじゃないですか。で、その中で、その、なんていうのかな、まあ、国民 党はですね、まあ、親中派の議員が、まあ、所属してるっていう話だったので、ここを応援するっていうのが、いわばその台湾現地の人たちで、その民進党をですね、応援している人たちからしてみるとですね、ちょっと、ん？ってなるし、で、もっと言うとそれが日本のね、国会議員ではないんだけどね、大津さんは。まあ、公党ですね。公党の代表者だったということが、これ問題あるよねっていうふうに、傍から見ると、公党、日本に9つしかない、まあ今10個ですけども、その10個しかない公党、ね、公の党の代表者として、代表者の大津彩香さんっていうですね、まあその代表を辞任している人が、その台湾に行ってですよ。で、選挙って政治的な思想を持って、旗振りしてるっていうのって、傍から見るとやばくね？いや、普通に考えて。いや、別に台湾有事の際とかっていうのを全部除いてよ。単純に、どこかの政党を応援してますっていうことを、第三者から見たら、めっちゃやばくないかっていう話なんですよ。いや、日本保守党の人たちも、これ賛成と批判している人たちも、NHK 党の方々も、そうなんですけど、これもうちょっと批判した方がいいと思います。批判っていうか、いや、追及した方がいいと思いますよ。だって、なんか、公に、私は、対外の政治家だったりとかっていうのと、なんていうのかな、絡んでますよっていうことを宣言されたってことでしょ？これって、そう、受け取られてもおかしくないでしょ？どう考えても。って思いません？普通に考えて。いや、少なくとも、大津彩香さんは、その、国民党の、政治家の人たちとですね、その、繋がってる可能性が出てきたってことでしょ？
で、それが問題になったわけでしょ。ね。対中派なのか、親中派なのかによってさ、親中派の議員って僕たち保守の論壇からする、保守層の人間たちからしてみると、本当にやめてほしいわけじゃないですか。ね、中国寄りの意見をするのはやめてほしいっていう話じゃないですか。で、少なくとも、国民党に関しては、親中派の人たちが多いわけでしょ。ね。で、そこと大津彩香さんが繋がってる可能性が出てきてるわけでしょ。これ問題じゃね？普通に考えて。今までの、その、なんていうのかな、まあ、日本共産党だったりとか、ね、社民党だったりとか、ね、民主党とか自民党とかの一部議員の人たちに、言われてる内容でしょ、これ。これ保守層の人から占めたら相当批判されておかしくない、されてもおかしくない内容なんですよ。で、こういうのは、簡単にやっちゃ、多分、大津さんそこまで分かってやってないと思うんですよね。多分、旅行っていう名目で台湾に行ってきました、みたいな感じだと思うんですよ。ただ、まあ、多くの人たちが、特に、台湾建国支持の関係でね、なんかいろいろと言ってる人たちがすごいですね、今回の件について怒ったと。誰この大津さんって人ということでね、その、ツイートされてる人のもう一人がいるんですけど、被災者とか債権者とかね、なんか怪しいと。しかもめっちゃね、国民と寄り添ってる感じだったと。何が現地調査だよと。どうせ天竜人の多いですね、なんか市でしか調査してないんだろうと。まあ、6人中5人っていうのがあり得るかもしれないけれども、あくまでもね、うんちゃんのみの調査だったということで言ってるんですよね。で、これね、実被害を起こってるのもあるんですよね。そのアカウントのね、支持者の人なのかな、わかんないんですけれども、その方はですね、この大津彩香さんについてですね、外国、この多分外国で、ね、取引をされてる人だと思うんですけど、海外の元取引先からですね、問い合わせが来るようになったと。だから、この方は台湾とかの関係でですね、その取引を知ってた。多分日本でその外、日本製品を外国に輸出したりとか、その外国に行って自分で仕事してたりとかしてたと思う人なんですけど、この大津彩香氏についてですね、外国の元取引先からね、問い合わせが来るようになったと。この人はどんな人なのか、日本の政治家なのか、日本に精通しているほどですね、批判が多いですが、返事に困ってると。で、外国で問題視されるような行動を避けてくださいと、ね、大津さんに言ってるんですね。で、外国トラブルの恐れがあり、迷惑ですということで、なんかもうすっごい、今回の一件について、燃え上がったんですよね。で、日本保守党の界隈の方々、多分このことについて知らなかったと思うんですね。大津さんの関係、大津さんが今それやってることについて。いや、ちょっとこれひどいな。台湾って失策、まあ、だから、よっちゃんがね、怒ってますね。これ、ちょっとね、そうね、何が問題かって言ったら、今回の台湾有事の関係が問題じゃないですか。普通考えたらわかるでしょっていうふうに僕は思うんですけどね。はい。で、国民党の、まあ、コウ・ユウギ氏のね、集会会場からライブ配信ということで、で、国民党は与党であるんですね。民進党を倒せるかもしれないということで、興奮気味にね、現地から熱気をね、伝えたということで言ってるんですね。で、みんなで作る党の斉藤健一郎さんと代表権争いをやってるね、真っ只中の中で、またね、16日まで斉藤健一郎さんがね、みんなで作る党から離党し、他の国会議員がいなかった場合、政党助成法っていうのをですね、政党要件を失って、政党交付金っていうのがゼロになると。だから、このお金って視察で政治家のお金として一旦、どうなんだろうな。だから、なんていうかな、みんなで作る党の、なんか、その、政党交付金から支出されて、台湾総統選に行ったのって話なんですよね。これ、どうなってんのって話なんですよね。これ、問題が多くねって、今トラブル抱えてる最中に行くことじゃないよねって思っちゃうし、あと、交渉を進めてる斉藤さんはこの日会見してね、大津さんとの LINE を記録するということになってたと。いや、もう社会人として失敗、まあ、台湾に行ってるから連絡できなかったとか、いや、でも SIM ぐらい買うからな、現地で。何言ってんだろうなと思っちゃうんですけどね。で、斉藤さんに LINE を返事せいやというコメントにツッコミが入っていたということで言及されておりました。で、僕からしてみたらですね、まあ、もう大津さんが、多少なりとも、その、親中派の議員とですね、その、関わりを持った可能性があるっていうことが問題だと思うんですよ。で、NHK 党って、なんやかんやると保守層の人たちが一票投じてくれてるわけなんですよね。で、そういう人たちをですね、愚弄していってるっていうのがね、ちょっと僕からしてみたらありえないですね。はい。いや、てか、わかりません?普通に考えたら。立花さんがどういう主張してたかっていうの、みんななんとなくわかってるでしょ?で、その状況下で、なんていうのかな、このちょっとね、もうなんか悲しいわな、普通に。ここまで分かってないんだなっていう感じですね。いや、普通考えたら分かるじゃないですか。自分はコートの代表者を辞任してるんだから、
その両者の状況なっていうのを俯瞰してみて評価するんだったらまだわかるんですけど、その旗振りするっていうのってもういわばそっちの方を応援してるやんって受け取られてもおかしくないっていう感じなんですよね。で、僕ね再三言ってたんですよ。大津彩香さんってその自分のこと俯瞰して見れないよねと。これをやった時にそのなんていうかな、自分が他人だったとしてね、あのそういう高等の代表者で自分がこうやってそのなんていうかな、あの台湾の支持政党ね、あのその政党に対してね、自分が旗振りしてるっていうのを第三者から見てね、自分が俯瞰して自分のやってる行動を見てね、あの判断した時にどういう声が上がってくるだろうっていう風に考えた時に、普通だったらですよ、あこれやめといた方がいいなとか、あのそういう問題になるような行動はあの控えた方がいいなとかっていう風に、あの旗振りって何が問題かっていうと、そのなんていうかな、その政党の旗を振ってるわけじゃないですか。それは応援してるっていう風に見られてもおかしくないわけでしょ。で、あの、それをしないで、その集会に集まって見てましたと。見てただけなんですって言うんだったらわかるんだけど、笑顔で、なんかね、応援してるような姿を抜かれちゃってるわけですから、そう考えてみたら、いや、それはさ、普通考えたらさ、それは問題があるでしょって話なんですよね。いや、ちょっと、いや、僕が言ってること分かりません？これ。もうなんかひどいなって思っちゃうんだよな。いや、おかしくない？いや、あの、これが正しいって言ってる、これ擁護してる人たちどう思ってるんですか？あの、ひどくない？これ。そうですよね。台湾飛ばされたんだろうなと。いや、あのね、あの、これ、一番問題なのは僕たちの国益が、外国に流れた可能性があるってことですよ。だからこういうことって、あの、なんかザラにあるんだなっていうふうに思ったので、あの、ちょっとこれ、親中派の人たちと関わりを持つようになってしまったっていうのは、ちょっと良くないことかなっていうふうに思ってしまいました。はい、ということで以上です。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。